水沢美香です。今日は令和3年2月2日です。昨日2月1日、C 国海警局の船舶による武器使用を認める海警法が C 国で施行されました。これは事実上の日本に対する宣戦布告に等しく、重大な日本の主権に対する侵害または挑戦です。本来なら第三次世界大戦となってもおかしくない深刻な事態です。日本はこれに厳しい態度で臨まなければなりません。この海警法というのはあくまでも C 国側の言い分ですが、海上警備を行う C 国海警局の権利として C 国が管轄する海域で外国の船舶が停船命令や立ち入り検査に従わない場合、海警の武装船が武器を使用することを認めたり、また外国の組織や個人が建設した建造物などを海警局が強制的に取り壊すことができると規定したりしているものです。つまり現在、日本固有の領土である尖閣諸島の領有権をあろうことか無礼にも C 国が主張していて、さらに尖閣周辺の日本の領海にたびたび C 国の海警の武装船が侵入を繰り返しているので、今後は日本の漁船が日本の領海で漁をするだけで、もしくは海上保安庁の船舶が領海を航行するだけで C 国の海警の武装船から発砲されたりする恐れがあるということなんです。少し前に、私のこのチャンネルの動画でも話しましたが、尖閣危機、菅総理と茂木外相は革新犯的な備中派だったと判明という題名の動画ですが、多くの方に見ていただき、そしてコメントもとっても多くの方から書いていただいて、本当に皆さんありがとうございます。コメントを一つ一つじっくり読ませていただきましたが、日本を大事に思っていらっしゃる皆さんの誠実でまっすぐな思いがひしひしと伝わってきて、ああ、やっぱり心は一つ、日本を守りたいという思いを皆さんと共有できているなぁと、私もとても励まされました。と同時に、やはり、尖閣沖漁船追尾映像の公開にストップをかけた菅総理や茂木外相らには、改めてふつふつと怒りがこみ上げてきました。日本政府、そして外務省が C 国の無法で卑劣な行為を事なかれ主義で見て見ぬふりをし続けてきたから、こんなにも C 国を突き上がらせたんです。特に菅総理や茂木外相の C 国への弱腰ごますり対応のせいで、今後日本が尖閣諸島の資源調査や環境調査をしたり、尖閣諸島に公務員を常駐させたり、船だまり等を作ったりすることがとても厳しい状況となってしまいました。ここまで C 国を図に乗らせた責任をどう取るつもりなんでしょうか。1月29日に茂木外相は記者会見で、この法律が国際法に反する形で適用されることがあってはならない。日本の領土領海領空を断固として守り抜く決意のもと、冷静かつ毅然と対処していくと発言しました。ここまで日本の主権を脅かされ、日本人の誇りを踏みつけにされても、まだなお、熱い感情も湧いてこないで、冷静になどと言っているっていうことは、私にはその冷静という言葉が何もしないで傍観すると言っているように感じられます。茂木外相からしたら、尖閣沖漁船追尾映像を日本国民に隠蔽するということも、冷静に考えた結果だったんでしょうか。そして加藤官房長官も記者会見で、高い関心を持ち注視していきたいと述べました。こんな発言、まるで他人事みたいじゃないですか。例の香港国家安全維持法に反対する対中非難決議を自民党の外交部会と外交調査会が政府に提出した時も、政府は受け取っただけで C 国に対して非難声明など何も出しませんでしたよね。今度こそ日本政府は対中非難声明を出すべきです。C 国外務省の報道官は海警法について、C 国海警局の役割や権限などを明確にするものだとした上で、C 国の海洋政策は変わっていないと強調しています。ですが、海警局の職務や権限を具体的に定めた法律はこれまでありませんでした。海警法施行により、C 国が領有権を主張する南シナ海でも周辺国との緊張が高まる可能性があり、実際周辺国が C 国に対して非難の声を上げています。ベトナムの外務省は、ベトナムは国連海洋法条約に基づいて、水域の管轄権を証明する十分な法的根拠と歴史的証拠を有していると主張し、C 国を牽制した上で、関係国はベトナムの主権を尊重し、緊張を高める行動を自制するべきだと声明を発表しました。フィリピンのロクシン外相も、法律制定は主権者の特権だが、南シナ海は開かれていることを踏まえると、海警法は戦争を仕掛けるという脅威だとツイッターで述べました。どの国も自国の主権を守るために傍若無人な C 国と本気で向き合っているんです。先日、日本よりはるかに小さい南太平洋のバヌアツ共和国という島国が C 国の漁船を拿捕したという報道が流れてきて、私は胸を打たれました。バヌアツは 1300km にわたって連なる約80の島々で構成される人口約24万人の小国で、治安や防衛を担っているのはバヌアツ警察隊と海洋警察隊、そして準軍事組織であるバヌアツ機動隊で、その全体の規模が約550名だというんです。そんな小国にもかかわらず、1月30日までにバヌアツの海域内で違法操業をしていた疑いで、C 国の漁船2隻とロシア船1隻をバヌアツの警察が拿捕したと AFP が発表していました。結局、人数の問題じゃないんですよ。経済力や軍事力も関係ありません。要は、気概なんです。こんな小さな軍事力があるのかないのかわからないような国でも、自国の主権を守るために取り締まるべきは取り締まっているんです。それに比べて日本は、自国のことを自国で守る意志も勇気も気概もなく、情けなさすぎます。日本だって、日本の漁船を追い回した C 国の船を拿捕したっていいくらいじゃないですか。むしろ拿捕すべきなんですよ。そもそも C 国の海警局は2013年の発足当初は政府機関でしたが、2018年には軍の最高指導機関である中央軍事委員会の指揮下にある人民武装警察部隊に移管されました。ですから実質的には C 国の第2海軍、軍隊となっているんです。それに比べて日本の海上保安庁は国土交通省の管轄下にあります。海上保安庁法で軍隊の機能が否定されていて、武器の使用も厳格に制限されているので、とてもじゃないですが、海警法で武器の使用が認められた C 国の海警船に立ち打ちなんてできません。日本も海上保安庁を防衛省の管轄下に移管するくらいのことを考えないといけない時が来ているんじゃないでしょうか。国土交通省の大臣ポストは長年公明党が抑えています。現在の国土交通省の大臣も公明党の赤羽一義氏です。ですから海上保安庁がその国交省の管轄下にあるということも大変不安を感じます。日本がいつまでも古い体制にこだわったり縛られたりして現実に即応できないのに比べて、台湾は自国の誇りと尊厳をかけて現状に即した対策を速やかに講じています。台湾の馬祖列島周辺では去年2020年の10月に C 国の海砂採取運搬船、漁船など約200隻が集結して、以後も多数の船が活動を続けているといいます。そうした中、日本の海上保安庁に相当する台湾の海巡署は、大型巡視船の常駐や法改正による厳罰化などを通じて全力で対応する考えを示したといいます。中長期的な対策としては、大小の船艇100隻以上を新たに作る計画も進めているというんです。さらに、蔡英文総統は馬祖の状況に言及して、取り締まるべきは取り締まる。決して容赦しない。親衛艦は青い国土を守る決意を示すものだと強調したといいます。立派ですよね。菅総理もこのくらいのこと言ってほしいものです。菅総理以外にも日本の閣僚の中でこうしたことを言える人誰かいるんでしょうか。本当に日本が情けなくなります。加えて今後台湾では馬祖列島周辺のようにC 国による武力攻撃とまでは判断できないけれども、侵害行為が続いているような地域で、台湾の新鋭巡視船が第二海軍としての任務までにない、有事には対艦ミサイルを搭載して海軍の指揮下に入るということも言われています。日本も見習ってほしいです。そんな中、1月24日に岸防衛相と米国のオースティン国防長官とが約20分間電話で会談したといいます。このオースティン国防長官は元陸軍大将でイラク戦争の時多国籍軍や駐留アメリカ軍の司令官を務め、2013年にアフリカ系アメリカ人として初の中央軍司令官となった人です。今回の国防長官もアフリカ系アメリカ人としては初です。ちなみに、このオースティン氏は、バイデン氏の長男、46歳で脳腫瘍で亡くなったボー・バイデン氏の元上司で、このオースティン氏とボー・バイデン氏はかなり親交があったと言われています。それで、岸防衛相とオースティン国防長官との電話会談なんですが、米国の対日防衛義務を定めた日米安全保障条約5条が尖閣諸島に適用されることを確認し、尖閣での日本の姿勢を損なういかなる一方的な行動にも反対することで一致したということです。オースティン氏は尖閣に加えて東シナ海や南シナ海での C 国による一方的な現状変更の試みに反対して、海洋進出を強める C 国を牽制したとは言うんですが、ただ、インド太平洋における日本の貢献を強めることを岸防衛相に促したというので、日本が傍観者でいてもらっては困る。もっと積極的に尖閣諸島にしろ、東シナ海にしろ、南シナ海にしろ、日本が防衛をしてくれと、そういうことを求められたのだと思います。これは当然のことなのではないでしょうか。特に尖閣諸島は日本の領土なんですから、自国のことを自国で守るという気概もなく、アメリカに守ってもらいたいなんていうのは虫のいい話で、アメリカとしても納得できないでしょう。その岸防衛省は今回の C 国の海警法について29日の記者会見で自民党の意見も伺いつつ、引き続き万全の体制を作っていきたいと述べられました。自民党の意見というのは1月26日の自民党国防部会などの会合で C 国の海警法について出席議員から尖閣を狙い撃ちする条文だ、脅し以外の何者ではないと反発する声が続出したことや、自衛隊を前面に出す法整備を求める意見も相次いだということなので、そうした意見を聞いていくということなんだろうと思います。自民党の日本の尊厳と国益を守る会でも2月2日、まさに今日ですね、執行部会や総会などを開いて、尖閣諸島の調査などを菅総理と岸防衛相に提言するということなので、そうした動きも注視していきたいと思います。このことは非常に重要な件なので、またこのチャンネルの動画でも皆さんにお伝えしようと思います。今回の C 国の海警法にまつわるこうした一連のことは、C 国が日本の覚悟のなさを試そうとしている。C 国に完全に日本は足元を見られているということだと思います。海警法を施行されようがどうしようが、日本は堂々と日本の領土領海領空を毅然と守っていればいいだけなんです。海警の船が無害通航をもうしていないわけなんですから、日本はじゃんじゃんと拿捕すればいいんですよ。そして日本の裁判にかければいいんです。そうは言っても日本国民の世論の声の後押しがないと海上保安庁も防衛省もなかなか動きにくいという現実があるのかもしれません。ですから私たちは多少の摩擦も恐れずに堂々と日本の主権、領土領海領空を守ってくれという声を届けることが大事です。YouTube も厳しい言論統制が続いていて、前回私が出したジェノに関する動画も不適切動画、黄色判定となってしまいました。ですが私もそうした言論統制に屈することなく、これからも情報発信など頑張っていきたいと思っています。皆さんも共にできることを頑張っていただけたら嬉しいです。お願いいたします。はい。今日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。失礼いたします。